はい、どうも皆さん、こんにちは、関でございます。ドーン来ました、この動画。ついにこれね、もう前々から実は結構企画して、ね、なんかお客様とかみんなにもね、実は伝えていたんですけども、本日ですね、そうプラレール回転寿司をね、回転しようかなと思っております。そしてですね、ここに回転寿司のお皿100枚用意しました。それをですね、大食いしてもらおうかなと思っておりましてですね、本日の大食いチャレンジャー、ちょっと呼んでみたいと思います。そう、皆様の憧れのあの方です。どうぞ。お、汚ねえ。まあ、こんなもんな。全部食ってやるわ。いや、もうね、この企画、はい、本当に結構前々から考えていてね、はい、この動画で伝えたいことはですね、もちろんそのプラレールの上に回転寿司がこう回るんで、なんかこう小さいお子様とかもなんかこう楽しんでいただけるかなっていうところと、もちろんこれからに僕魚全部切り付けして、でしっかり一個一個の全部が握っていこうと思うんですね。まあ、そこで、まあ、多少なりとも私がどういう風な技術でやってるかっていうのもこうなんか見てもらえればなっていうのと、まあ、本当にお前何皿食えるんだっていう、そのこの3つのね、3本立て動画なイメージで、はい、やっていこうと思います。今回ね、ちょっと動画が長くなってしまうので、もう実際にちょっとその切り付けとかっていうところの動画と、じゃあその後こう実際にプラレール流してっていうのが、ちょっと2本立てぐらいでね、動画の方作らせていただければと思いますのでですね、本日はちょっと面白い回転寿司動画ですね、ぜひこうご期待ということで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まず回転寿司をやる前にですね、ちょっとネタの方の仕込みをしていこうかなと思っております。で、ちょっとね、今回大きな大食い動画なんで、まあ、普段ね、お店で出しているネタとは多少ね、ちょっと異なるものでご用意しております。まず、じゃあやはり白身魚ね、これ明石の鯛なんですけれども、鯛の腹の方ですね、尻尾から引いてもいいんですけれども、僕はこの頭の方から引いていって、魚の繊維に沿った形で皮いつも引いてます。黒い器がさ、全部で3枚あるんでね、その黒い器はちょっとなんか仕掛けをしようかなと思ってるんですけど、仕掛けしていいですか？はい。なん？だって100皿だから200貫切るの。で、まあ、こんなような感じで、で最後のところってやっぱどうしてもちょっとこう、尻尾の方で硬くなるんで、ね、包丁に助けてあげる。で、咀嚼回数とシャリが本当と口の中で溶けた時にちゃんとこう咀嚼、魚の筋が口の中で咀嚼していった時に邪魔にならないので、意味合いとして切りつけて。で、次マグロも同じように、包丁で助けてあげます。ちょっとなんかスプーンとかで書いてる。で、サーモン皮下にしてあげて、このぐらいから
で助けてなんかもう最近ほんとさ忙しすぎちゃってさ YouTube 撮る暇がないよねそうですねあそう近日中にちょっと視聴者さんに向けて重大発表がありますご発表しますねえこうき重大発表でしょはい我が社にとってはい一番最後のところの場所ですね。すごいね、これハラス。太りそうだな。これ食べます。いやいや、もう俺ちょっと心配してんだけどな、実はコウキの体調を。大丈夫かなって。すんごい脂だね、これね。ハラスの部分は炙りサーモンでいこう、ちょっと今カノコにこう入れてみたんですけど、こういう風な、ね、食感をもたらしてあげると美味しい。なんかより咀嚼していくといいですね。あとはね、サワラ。炙りサワラってうまいよ。で皮はね、サワラは皮目にちょっと炙ってあげて、皮硬いんで。あとボイルエビはね、ちょっと冷凍ボイルエビみたいなのがあるので、それをちょっと今回は使用させていただきます。コウキ、寿司ネタで一番好きなのは何なの？寿司ネタで一番好きなの、うん、マグロです。お、じゃあ、あの黒皿で、これメバチマグロなんですけれども、本マグロいきましょうか。97皿が普通の一般のお皿で、3皿だけその特別なお皿があると。スペシャルな。スペシャル皿が。多分これで今100貫、エビ入れて100貫ぐらいなんで、とりあえずじゃあこれで1回やってみましょうか。全部で今これで、120貫切りました。だから言ったらこれで今60皿。途中やべえなと思ったら絶対多分後期の方が間に合わなくなると思うので、なったらそこからまたちょっと切り付けをして、またさらに握っていくというような感じで。はい、というわけでね、コウキ君、はい、これからプラレール寿司の大食いチャレンジ始まります。はい、最後に意気込みを。意気込み、まあこのくらいでしたらね、もうちょちょちょいですよはい、じゃあね、この動画はとりあえずここまでというふうな形で、次の動画には実際にこれから握って、コウキに大食いをしていただこうと思っております。じゃあ次の動画ぜひこうご期待ということで、頑張って握りますよ。じゃあね